さんとエロスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エロスイではトレーナーと言わずトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。Yeah!
なんでこれもやるかというと、ゆうのね、体の長さ、体調も測れるように
いね。でポイントは尾びれまでちゃんと、ね、ステージに乗ってないと体調が測れません。なので今日それをやります。はい、で皆さんに注目してほしいのは本当に尾びれです。尾びれ分かりづらいんですが、ちょっとでもいいんでステージに乗るかどうか見ててくださいね。多分ね見ればすぐ分かります。はい、でやってみようと思ったんですが、ちょっと、ね、見ればそれをさせてちょっと遊びに行ってます。で実はねこの練習最近ね、結構やるんです。なのでミューもあー多分これステージに上がって横向くんだろうな、ちょっと心の準備しようかなっていう感じで遊びに行ってますね。ミューやるよ、入ってくれる？いいよね。よし、戻ってきたらやってみますね。 OK、 よしミューやるぞ。ちょっと距離ある、ちょっと必要ね。これね、陸に上がらないのでね、普段いる形はちょっと苦手なんで。まず向けますよね。さあ先ほどみたいにまずはまっすぐ上がれるか。上がってよいしょ、はい、これはできます。さあここからここからが問題。横向いてさあ尾びれ待って、まだまだに尾びれが残ってるね。あとは尾びれをステージに乗せてほしいけど、見本見せてもらっていいですか。オッケー、ルイやってみようか。これね、ミューが苦手なんですけど、ルイとミレに本当に得意、すぐ乗れます。ちょっと見ててくださいね、あんなに時間かかりません。はい、ルイはまっすぐ登る、そしてここから横向き、ほら上手、天使やらくはまさにやってくれます。ありがとうルイ、ありがとう。とにかくこれ目指して、そうですね、これぐらいスムーズにしたいですね。最終形態これだからね。ありがとうルイ、わかりやすかった、ありがとうございます。さあそれでは今度はですね、この合図を出すタイミングをドリーナという形で息を合わせて音楽に種目を合わせていきます。まずは順番を発表します。一番最初はミレニーは今来てくれました、ステージ中央田中とミレニーのペアです。はい、ミレニーは得意な尾びれで水しぶきを上げます。で2番目は花子とミーナとスミガラスメンです。はい、これ1回ジャンプします。3番目は練習頑張ってくれました、ミューとカトーバー。ミューはその場でくるくる回転します。 OK、 最後はお手本見せてくれました、こちらルイと秋山です。はい、ルイはダイナミックなジャンプ見せてもらいます。 OK、 では皆さん音に合っているかどうかよく見ていてください。さあまずはステージのミレリー、ここダメですね、遅い、何があった、旦那さん。さあ続いてミーナ、はい、これも遅い。さあ誰か首を取りまして、決めてくれましたね、リュウとルイ、実はね、お母さんなんです。よかったよ、ありがとう。さあ、それではここからは僕たちといる形の連続コンビネーションを皆さんにお届けします。どのペアが一番息が合っているかよく見ていてください。ありがとうございます。じゃあ本番、まずは1回だけいきますよ。